犬去りて、豚来たるとは、第二次世界大戦後初期の台湾社会における流行語、あるいは一種の差別用語である。ここで言う、犬とは50年近く台湾を統治していた日本人のことを形容したものであり、豚とは戦後に台湾に渡ってきた外省人を指したものである。日本の台湾総督府に代わって台湾統治を始めた国民政府に対する 台湾人の失望を犬は眠毛で騒がしいとはいえ、番犬として重宝されるのに対し、豚は食べるだけで何もしないことに例えて言い表したものであり、これらの深刻な不満は1947年の2.28事件で顕在化することとなる。中国人は日本人よりもさらにひどく台湾人を搾取すると報じる。 1946年3月21日付、ワシントンデイリー氏国民政府が日本に代わり、台湾を支配した1945年、在台米軍の戦略情報班は、同年10月に情報報告書を発表し、国民革命軍の兵士による無秩序と略奪の事例を数多く挙げている。例えば、キールンでは第75市、 第222連隊の兵士30人が数件の家に押し入り衣類や宝石類を盗んだ。そして現場に駆けつけた日本の警察官8人と複数の憲兵からさえも時計や財布などを盗んだという。翌年4月に米軍情報商工が該当抗議の情報を収集した際にも40歳の自動車運転手がこの 中国の傭兵役人を追い返せと言っていることを報告している。彼は日本政府を吠えたり噛んだりしながらも平和と秩序を保つ犬と表現し、国民政府は新職だけで誰の役にも立たない豚のようなものだとしていた。連合国救済復興機関の中大職員であるアラン・ジェイ・シャクルトンは台湾での勤務を通して国民党政権下の台湾人の救助を直に 目の当たりにした。シャクルトンは1947年12月に故郷のニュージーランドのギスボーンに戻った後、1948年にフォルモサコーリングを出版し、その中で状況があまりにもひどくなったので、台湾人は犬がいなくなって豚が来たと言い始めた。と述べている。1947年2月5日付月刊誌。 台湾文化第2巻2号の32ページの心理論の議論というタイトルの記事には日本人は本省人に対して猛烈な弾圧をしていたため本省人は日本人を犬と呼んでいる本省人は最初は外性人を尊敬していたが後になって一部のが愛性人の行動を見抜いて豚のようだと思うようになってしまった豚は全て食べ尽くして仕事をしない 不潔で不情な動物であり、不潔で不情とはすなわち汚食を意味するのだ。と書かれていた。1947年4月1日付上海新聞展示第22号では、我々は台湾に謝罪している -228 内粉の分析と題して、台湾人は外省人を同じ非則動物と見ているが、唯一の違いは、一方が犬で、他方が、 豚であることである。この格言は広く普及し、大っぴらに使われていると記述している。2015年9月15日に、李登輝元総統は、著書、新、台湾の主張発売の際に、この語を、犬飼赤月帰り見著来飼赤月職、田本赤月左大師と台湾語で特別に解釈している。同席した、交流協会代表の沼富清は、皆さんこんにちは。 いわゆる、犬サりて豚キタるの剣の代表です。と、ユーモラスで自虐的な発言をしている。ありがとうございます。